はいどうもこんばんは、エナジーです。よいしょ、いつもご視聴ありがとうございます。今回は D リーグラウンドゼロ最速レビューやっていきたいと思います。で、僕はブレイクダンス15年ほどやってまして、4度ほど優勝経験があるんですけども、はい、というわけでですね、動画出すとか言っといて全然出してねえじゃねえかよバカ野郎と、いうことで申し訳ございません。でもね、まだ D リーグ始まってませんから、今日やっとね始まったということで、もう最速ですからこれね、多分誰も出してない、俺が一番最初みたいなね感じだと思うんですけども、今日はまあそのラウンドゼロ見た感じね、さっと振り返りながら、なんかこんな楽しみだねみたいな話をねできたらなというふうに思います。で、ちょっとね、若きダンサーにねちょっとお伝えしたいことがあるんですけども、僕あの肩をね今痛めてまして、で結構長いです、2ヶ月ぐらい痛めてるんですけど、全く治りませんということで、エアーとかもできないし、トーマスとかもこう腕立て系の動きが本当に痛くてですね、いやもうそろそろ技とか多分できないなっていうふうに思うんですけども、30超えてくるとマジで体のそういうなんつうの老化現象一般の方だったらもっと感じてるんじゃないかな。一般の方っていうのがあんまりねスポーツしてませんとかダンスしてませんとかっていうね方だったらもうより感じるんじゃないかなというふうに思うんですけども、いやマジで全然治らない。だから本当に早いうちからこう細かい筋肉、これ内転筋って言って、こうやって地味なんですけどね、こういうふうにやってこう筋肉をこう中を鍛えたりとか、柔軟性ですね、そういうのやっとかないともうやばい、全然治んないからっていうことでですね、そんなどうでもいい話なんですけど、ただですね、この僕と同じ世代、まあ、角谷さんだったりとか、それこそツーグー君とかね、まあ、キャンドゥさんと、まあ、僕と同じじゃないですけどね、まあ、僕よりこう上の方だったりとかも、まあ、プレイングこうしているっていうことなので、まあ、そういった方々はよりね、努力されているということなので、本当にすごいなというふうに思いながらですね、そんな尊敬の、ね、目をこう持ちながら、D リーグ今回もね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、早速ね始めていきたいと思いますが、まずねラウンドゼロの対戦カードは一番最初のこう見させてもらいますと、またね対戦形式っていうことは、変わらず、まあ、より対戦形式が、まあ、やっぱりこう盛り上がったりとか、まあ、あとやっぱ総評したりするとさまざまなジャンルがいるので、やっぱり見比べるのが難しいと、いうことからなのか、まあそこでねこういう感じでまだ対戦形式が続いていくというような感じなんだろうなというふうに思っております。で一番最初がサイバーエージェントレジット VS、バリエンスインフィニティズということで、まあそれぞれね対決あるんですけど、ささっと言っていくと、セカンドバトルがライフルアルトリズムとベネフィットアンモノリス、サードバトルがセガサミーと、エイベックスロイヤルブラッドで、4バトル目が、アイムーンとカドカードリームズ、5バトル目がセフテニラプチャーズディップバトルズ、そして6バトル目がコーセイトロックスフルキャストレイザーズ、そして、新チームはDYM メッセンジャーズかな、これそういう風に呼び方で合ってるのかな、ここは対戦なしということなんですが、まあ、どのように、ねなっていくのかっていうのはちょっと僕にも分かりませんが、まあ、そんな感じの対戦カードみたいです。そしたら、まあ、まずねみんなのダンス見たんですけども、まあ、ここは PV というかそこの、まあものとほとんど同じ感じのダンス構成になってたんじゃないかなというふうに思うんですけども、なんか久々にね、見てなんか D リーガー元気いっぱいですねっていうねそしてなんかこうよりなんかレベルアップというかしているんだろうなと、まあ変わらないところは変わらずに変えるところ変えてくるみたいな、まあ、そんな感じがねありましたね。バリウェンスインフィリティズとかも特に、まあなんかいつも通りのかっこいい感じでね決めてきたり、あとテーマソングみたいなものが少しこう変わったりしてるんじゃないかな。あ、バリューエンスインフィリティズといえばニコラス君がレッドブル優勝ということでおめでとうございます。まあ日本をこう背負っていくというかね、まあレッドブル BC1 っていうですね、皆さんも飲んでると思うんですけども、あそこがね主催する、まあ、B-Boy の世界のワンオンワンバトルがありまして、まあ、そこにね出ていく形と、まあ、なっていると思いますが、まあちょっとねこう D リーグとはまた違って芸術の世界も入ってきますので、
まあ、その明確に例えばそのオリンピック競技、オリンピックのブレイキンバトルみたいにここに何点ここに何点っていうのはないんですよね。もうジャッジがいいと思った方に上げていく、そこの場の空気感だったりとか、なんかそのスタイルだったりとか好きとか嫌いとかそういうので判断していくっていうような感じの、ちょっとカルチャーの面が強いような感じのね、B-Boy バトルになっているような感じとなっておりますが、バリメンスインフィニティーズもレベルアップしてね、非常にこう強くなってそうだなというふうに思ってます。でサイバーエージェントレジットに関してはこう世界へ出ていきますと、まあ、フィッシュボーイさんねあったと思うんですけども、まあ、それからまた、このシーズンで優勝を取りますというね強い意気込みありましたけど、まあ世界といえばね、そのレッドブルで翔星くんとかね、出てたんですけども、すごいね翔星くんの動きもとんでもなく、なんかいやでもねレッドブル見て思ったんだけど、レッドブルの話じゃないんだけどね、ここはいやあの翔星くんが結構もうマックスぐらいのレベルなのかなっていう風に思ってたら、まだバケモンいるね、 B-Boy の世界はもう無限ですねっていう話でね、そんな感じがしましたが、結構みんなメンツがさ、なんかちょっとやっぱ変わってたりちょっと増えたりっていうか、全体的にそのチームのボリューム数、まあレジットが割とタイトな感じに見えた、要するにタイトっていうのはその少なめに感じた、他のチームとかなんかめっちゃ多くなってないですかっていう話で、なんかそれこそこう会社のなんか団体みたいな感じに、なんかちょっと見えてきましたね、そんな感じでしたかね。そして次がベネフィットはモノリスといえば、ハルさんですね。4年目を迎えるわけなんですけども、いやそれにしてもハルさんは何て言うんですか、こう毎年毎年美しさが増していく、これどういうことなんですかねっていう話でね僕と同い年なんですけど、どんどんこう何て言うんですか、綺麗になっていく、そういう謎な側面を持っているっていうね、すごいね。まあハルさんは、この、まあ、D リーグというかこの世の中にまずその防具っていうものがまずこんなに表立って出ることがまあねなかったと思うんですよ、この D リーグっていう世界がなければね。まあそこをこうパッと出ていって、こう防具って俺初めて知ったからね、そこの D リーグのファーストシーズンのラウンド1見た時に何これみたいな、まあ、そういうインパクトを与えたチームなんですけども、まあ、今後、まあ、さらにその防具の色がこう強くなった感じのね、形になってるんじゃないかなというふうに思いまして、今シーズン もうバチバチにね自分たちのなんか色を、出していくんじゃないかなというふうに思いまして、結構個人的には、また楽しみにしておりますし、なんか人数もすごい多くなってよりなんか華やか感というか、あと背の高い結構いらっしゃって、なんかその辺も楽しみだし、なんかアクロバットする人もいたので、まあ防具といえばアクロバットとかフロアとかもねそういうのがあるんですけども、まあそこを再現すべくなのか、めちゃめちゃちょっと楽しみですということですな。人数が本当になんかボリュームがみんな増してるんだよね。リコさんがあのサインしてた得意めっちゃ可愛いそしてライフルアルトリズムですね。ライフルアルトリズムはなんかこう、いやあれですね、ちょっと脅威ですね。あの千尋さんでしたっけ、どっかのバトルで優勝してましたよね、すごい。わなんだっけな、何のバトルだっけな、確か中国かなんかだったっけな、バトルで優勝してたと思うんですけど、すごかったよ決勝戦のなんか踊りとか。見てない方は多分インスタに載ってると思うんで、まあ見てもらいたいですけど、パッションもさることながらスキルフルかつミュージカリティというねところでめちゃくちゃかっこよかったし、今回のその、ライフルのね踊りやっぱりね楽しそうというか、ダンスを楽しんで一番なんか楽しい、まあみんな楽しんでるけどね、でもなんかこう楽しさ、その喜び幸せみたいなのがこちら側にどんどん伝わってくるということでね、結構その脅威感っていうのをみんなカッコつけてくるのよ、カッコつけてきたり綺麗感みたいなあるんだけど、またちょっと別な表現で攻めるというか、非常にいいなと思いました。でセガサミールックスキャンドゥさん、率いるということで、キャンドゥさんもすごいよねめちゃくちゃキレが、なんだって一番キレがあるんじゃないかっていうぐらいの、本当に踊りというか、やっぱね目立つんだよね
経験値もさることながらというかね。で、人数もかなり増えましたよね。まあちょっとまだ D リーグのサイトの更新というか、そのメンバーの更新がちょっとされてなかったり、全体写真がまだなのか分かんないですけど、ちょっとその辺がどういう人たちがいるのかっていうのはちょっとまだね、多分ファンの方だったらもちろん分かると思うんですけども、前ねちょっとコメントもいただいたんで本当にありがとうございます。返信してなくて申し訳ございませんということなんですけど、ちゃんと見てますというところですな。ちょっと人数が多くなっててびっくりしました。これからまた違う表現、女性の方も入ってますので、違う表現もどんどんね出てくるんじゃないかなっていうふうに思うと、またちょっとね、違うセガサミルクス見れるんじゃないかなというふうに思っております。でちょっと驚いたのが AUX ロイヤルブラッツなんですけども、まあなんだろう、ディレクター変わらずなんですが、メンバーというか踊りがちょっと変わったかなって思う。このこれだけねちょろっと見ただけでも、なんか新メンバー入ってきた感の、なんかちょっとオールドスクールも結構入りつつ、なんか前よりもちょっと濃くなってるというか、オールドスクールの強さがねちょっと色が濃くなった雰囲気も見せつつ、まあなんかこう ABEX このね、なんていうの、12チームいる中のこうなんだろう、唯一こう R&B というか、そこで攻める雰囲気だったりとかもあっていいなというふうに思ってまして、ちょっとこうなんかめちゃくちゃ強くなりそうな気がしてならぬっていうのはちょっと俺だけかな。この脅威を少し感じたのがこの ABEX ロイヤルブラッツっていうねところです。楽しみですね。音の雰囲気もまた少し変わってるのかなっていうふうに思いますね。で次が、アイムーンかな、次出てきたのが。でアイムーンがディレクターもまた変わりましてね、でメンバーも相当増えておりますが、結構若いんですよね。いやそりゃそうです、みんな20代前半とかそれぐらいだったと思うんですけども、今シーズンのね、あアイムーンはまたあれが優先じゃなくなったんですよね。メディカルコンシェルジュアイムーンということで、またね本当に新しい形の、しかも結構こう何ていうの、オープニングのこの映像を見てもめちゃめちゃこう攻めてきますみたいなね雰囲気が漂っているので、またこう楽しみですし、怪我したメンバーとかも復活してるんですかね。ハルクさんとかこう今見えてるんですけども、まあ実際ね、結構やっぱねボリュームが増してますね。まあこれだけ人数いるとちょっと安心ですね。その1ラウンドずつ変えられたりとかっていうところもあると思うので、まあ、D リーグって本当に短いスパンでどんどんショーケース出してくるので、人数がいないと本当にこうなんていうの、怪我だったりとかのそういう恐れもあると、結構無理して頑張んなきゃいけないみたいなこともやっぱ今まではまああったんですけども、結構その補充してきてるところがあるので、割とちょっと、こちら側の目線としては安心して、何を安心してるんだとどこの親ですかっていう話なんですけどね。まあでも体大事ですから、本当に怪我するんで、ダンスってめちゃくちゃな動きが本当に多いんで、多分ダンサーしか絶対こういう体の動かし方しないだろうなみたいな動きばっかりなんで、そんな感じでね、アイムーン、いやちょっと楽しみですね。で次角川優勝チームですけども、なんか衣装がいいっすよね。なんか前まではちょっとゆたっとした感じだったんですが、今回は若干タイトめにしていくような感じと、あと音楽がまたこれが良かったです。オープニングの音楽、ちょっとこうなんていうの、クラシックの壮大な感じがヒップホップの中にこう混ざるみたいなところで、結構デカさを感じる音楽だったのかなっていうふうに思います。またなんかこうね、海外とかにも出ていくみたいなことだとも思うんですけども、まあ結構強いチームになりそうですよね。しかもなんかこう育ててる感じもあるじゃないですか、角川ドリームズって。なのでこうどん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 ね、新しいメンツも増えていきながら、下の世代もどんどんこう持ち上げていって、なんかこう構想が練られてる雰囲気があっていいなっていうふうに思います。踊りに関してはなんかこう見たんですけど、こうオールドスクールの面もありながら、まあポップだったりとかそういうシーンもあったり、あとこうなんていうの、2人ぶりでこうその色を見せるところがあったりとかもあってね、結構そのいろんなカラーが
見えてくるので、まあ逆にその足し算引き算すごい難しくなってくると思うんですけども、どういう風にね見せてくるか、やっぱり1個の色を強めていくのか、いやまたまたいろんなものを見せていくのかみたいなところもね大事だと思いますんで、まあとは言ってもなんかこうオープニング見ていくとなんかやっぱいつもの雰囲気だなっていうのがありますんでね、まあ、今シーズンどういう変化を見せるか、楽しみではありますということですね。次がどこ、あ、セプテーニラプチャーズもね、このオープニングのなんかこう動き見ていくと結構変わった雰囲気ありますよね。なんか変わった雰囲気とかまだ分かんないですけどね、でも音のなんつうの見せ方というか、まあ、そういうリズムの取り方だったりとか、なんか違う雰囲気をめちゃめちゃ感じていますね。だから今回ガチでなんか AWEX とこうなんかバンと当たると面白そうな雰囲気がこのオープニング映像見ただけだとちょっと感じるっていうんですかね、落ち着いた感じの撮り方かつなんだろう、ちょっとこうクールめに決めているような踊りが良かったし、これまで結構その何ユニフォームトリコロールみたいな形だったんですが、ちょっとダークサイドめにというかちょっとトーンを落として、いるような感じですよね。いやーすっげー楽しみ。なんかこうやっぱどのチームもさまだ見てないから分かんないけど、すごいこう変わってるんだろうなってのわかるんだけど、まだほら見せてきてないからさ、そうだよ、こんなのウォーミングアップにしかさ過ぎないわけで、だから、今後ねショーケースになった時にどういうショーケース見せてくるのかなと、結構フロアにも入るシーンとかもあったりとかしてね、意外にそういう表現も見せてくる。だから結構全チームちょろちょろそういうなんつうの上下っていうんで言うのかな、この動きとして飛んだり、まあ、下で見せたり、まあ、もちろん立ちで見せたりフォーメーションで見せたりっていうのがね結構やっぱあるので、まあどこをどういう風に見せるか、どこと戦う時にどう見せるのかっていうのが見ものですよね。でディップバトルズ、一番驚いたのが翔くんがディップバトルズ入ってんのね。あ、それが一番驚きました。お豆、あ、タコベルクルーのお豆タコベルクルーって言っていいのか分かんないけどね、お豆じゃねえよ、リルビーンだ、リルビーンお豆ダメです、はいお豆は我々しか呼んではいけないやつですね。翔くんがねまた入ってるってことでちょっと新たな表現が出てきたり、まあ、オールドスクールもやっぱりねここは強いですし、ディップバトルズの女性陣のビジュアルがもう半端じゃなくいいですねっていう話でね、それダンスと関係あるのか、いや関係あるでしょみたいなねっていう感じで、まあまだね今回はそのオープニングの踊りっていうことでみんなね緩めに踊っているんですが、人数も結構ボリューム増えていって、どんな感じのねまあ踊り見せてくるんだろう。前回のシーズンとかは割とこうなんつうの特徴あるポップだったりとか、まあハウスとかがやっぱり結構目立つ感じだったんですが、また対戦相手によってもねもちろん変えてくる可能性もあるんですけども、まあそのあたりねちょっとディップバトルズまたメンバー変わってどうなのかなっていうのは感じますね。さあそしてね、ブレイキンといえば構成8ロックスっていう部分ですね。でまた角谷さんが、ディレクターということで、まあもちろんねプレイヤーとしてもやっていくと思うんですけども、すごいからね、さっき言った通り、もう角谷さんも多分同じ世代なんですけど、30も後半ですから尋常じゃない動きしてるよねマジで。一発目頭一点バク転してくるっていうね、マジでやばいなって思います。だからもうね戦士だよね我々からすると。だからもう本当にここの舞台でまず踊ってることですらすごいと僕は思うんですけども、まあ、それはねディレクションしながらさらに自分もねやっていく、ちょっとドキュメンタリーねフレーバージャパンの映像で見させてもらったんですけど、今回基礎力をねしっかりつけていってということで、まあこのね逆立ちしてこう歩いたりとか、まあそのチェアやったりとかね倒立したりとか、そのキープしたりとかっていうのをやると、そういう基礎体力とか基礎筋力ついてくるんですよ。でこれがやっぱりその動きに反映されてくるので、そういうところを大事にしたいということでやってたんですけども、
さらにね進化した、構成8ロックス見えるのかなと。でまた新メンバーもねロックステディということで入ってて、まあ、そのトップロックというか、まあ、そういう良さっていうのかな、そこの部分ももちろん出てくるし、まあ、いつも通りこうゆうきくんとかね、たいちくんとかもなんかバトルとかで優勝してたよね確かね、めちゃくちゃレベル上がっているしね、まあ、さらになんか違う見せ方をちょっと、期待したいなというふうに思っております。なんかユニフォームもね前までは、ブルー系だったのが今回は白ということで、まあ、そういうのもね変化があっていいなというふうに思います。そして、あれですね、ここのフルキャストレイザーズなんですけども、いやーフルキャストレイザーズやっぱあのオープニングの映像のさ、あのノーペイノーゲインノーペイノーゲインってやつ、あれちょっといいよね。なんだろう、こうあれはさ、なんていうのかな、そのみんなに来るよねノーペインノーゲインはさ、いや結構あのオープニングの音いいなってやっぱいつも思っちゃうんでね。であれですかね、僕が好きなインフィニティトゥイッグスさんがリーダーとして、今ねここのチームを引っ張ってるっていうところなんですけども、相変わらずのもう爆発力、キレが半端ないんだよね。だまあすごいね濃いクランプっていうジャンルに特化してる。だから言ってみれば結構ベネフィットワンモノリス、構成エイトロックス、そしてフルキャストレイザーズみたいな感じでジャンルをこうなんつうの一点突破させているようなチームのうちの一つだと思うんですけど、まあ、これをどうやってね崩しながらまあ表現していって、で毎回のその夏のショーケースが違うように見えていくのか、ところがすごい楽しみ。いやーこのクランプのね力っていうのはね、なんかすごい b ボーイとカルチャーが似ている側面があるんですよ、その雰囲気がね。だからなんか元気が出るんですよね、こうなんか下からクワってこうやってきたんだぜ俺らみたいな、なんかそういうのがね感じるので、まあ、それをねステージ上で爆発させてねこうエネルギーもらいたいなというふうに思います。いやーそして一番最後 DYM メッセンジャーズということで、まあ、新チームなんですけども、ちょっと雰囲気バリュエンスインフィニティーズにまあ似てるわけじゃないですけど、なんかもうちょい緩いやつっていう感じかな。まあかっこいいかっこいい感じ、クラシカルな踊りですよね。まあ踊りも音楽もかなりクラシカルな感じで、見せてきたなっていう感じ。どうする全然違ったらもうバリバリにその夏ショーケースになったら違う感じになったらびっくりするんだけど、まあ、でもなんか雰囲気としてはちょっとバリューエンスインフィニティーズより力が少し抜けた感じがあるなというふうな、今のところはそんな印象で、自分はきっと好きなんだろうなっていうふうに思います。よりちょっとストリートもあのまあオールドスクールというかね、80年とか90年ぐらい前半感じさせますみたいな、そんな感じのね、スタイルに見えるので、まあ D リーグの音楽ね、こう最近の音楽とか結構取り入れられますけども、まあその中でも結構そっち系のヒップホップ大好きですみたいなところのミュージックに当たるところなのかな、カセットテープ聴いてそうな、感じかなというふうに、思います、完全に偏見ですけどねまあそんな感じが、全チームだったのかな。俺抜かしてないよね、大丈夫だよね、多分大丈夫だと、思います。はい、であとは D リーグのね、公式チャンネルの方にあの PV というかオープニングというかそのチームを象徴するような映像が出てたんですけども、これちょっと俺なんつうのこすごい映像部門、これで みんな D リーグプレゼンツなんだよね。だとしたら違いありすぎじゃねえかって思うんだけど、気のせい、いやわかんない、そのディレクションしてる人が誰なのかわかんないんですけども、いやまああとは好みも当然あると思いますが、そのまずカメラワーク&トランジション最強部門、やっぱベネフィットアンモノリスでしょ。すごいよこの映像、ベネフィットアンモノリスの映像はもうなんかちょっと映画のトレーラーみたいな感じになってる、すげえかっこいい。多分 3,4 シーンぐらいあんのかな、その撮った場所がっていうのと、衣装も3つから4つぐらい
とカメラの動きと、あのもうそのなんつうの、こう よりとこう離れたりこう横に動かして、あとそのつなぎの部分っていうのかなっていうのをもうバッツリ多分映像の中では一番好きかな。まあこれも好みあるんですけど、まあめっちゃすごい、なんか圧倒された、この中でも一番圧倒されたかな。だからその系統が好きっていうのもあるんだけど、よりカット数が多いのがベネフィット・アン・モノリスなんだよね。これすごすぎ、海外めちゃウケそう、海外ってこういうの好きなんですよ。で言うとって言うとね、ディップバトルズの映像もめっちゃかっこいいで、まあ、これ本当に完全に俺のね好みではあるんですけども、でまあもう一個 C っていうクリエイト部門といえば、やっぱりこうライフルアルトリズムのちょっとクリエイト感っていうのかな、そのちょっと AMAX を超えてきた感じのこうなんていうの雰囲気がしますね。まあそれぞれねみんな好みがあるから、どれが好きとか別にどれがすごいとかではないと思うし、アートってそもそもねそのまあ比較しようがないっていうものではあるんで、そこはもうね個人の感覚で楽しむっていうのがいいのかなと思うんだけど、ライフルのこうなんだろう、カリンさんがこう朝起きるシーンからのそのなんていうの、生活そのものがダンスですみたいな、そこがめっちゃなんかちょっと来たし、あのなんか森で踊ってるところとかすごいなと、あれどこですかみたいなね話だったよね。角川とかも良かったな、なんかいや角川は角川らしい、なんていうのこうそのアーティストみたいな感じで見えた。そのまあ自分たちの踊りっていうのもそうかもしれないけど、なんかその踊ってる表現して見せてきてるのがこうね、こうアーティストとして踊ってますみたいな感じで、こう逆に真っ白なこう背景で踊られてるっていうのがあって、これめっちゃなんか新しいなっていう風に思いましたね。でここは斬新な感じだったかな。まあ映像部門でいうとそこが一番目立つ。そしてスーパーエンターテインメントといえばやっぱサイバーエージェントレジット、何かのちょっとドラマというかね、それを感じますっていうのがありましたかね。それにしても一番俺がぶっ刺さったのはもうモノリスだね。モノリスの映像これちょっと半端ない、すごいわ。なんかもう崖崖じゃないのか、どこに撮りに行ったんだっていうね、いうぐらいこの誰ディレクションしてるのってか、このカメラワークもさることながら、このディレクションとカメラワークとすんばらしかったね。いやこれなんかめっちゃ嬉しいだろうね。なんか本人たちもさ、これうわこれやばくないとか言ってなりそうじゃん。いやなるだろ絶対。なんかもし自分がさこういう PV の中でさ映れたらクソかっこいいやん。それがさ残るっていうのがいいよね、すごいクオリティ。もう結構ここなんつうの映像にまあかなりね費用かかっていると思います。いやーすごい、まあ、こういう映像とかね、あの D リーグで YouTube でまたね配信してくれるってことなので、皆さん公式チャンネルねぜひチャンネル登録をしていただきながら、まあ、D リーグ新しくね、まあ新メンバーも入ったりとか、またちょっと詳細情報がまだ出てませんので、そこのところちょっとなんとも誰がどうとかっていうことはできないんですけども、まあ、そんな感じで新しいチームも入りながらね、また新たな戦いが、始まるということなので、まあ、そういったねレビューの総評とかも、していければいいなというふうに思いますし、またねライブとかもできればなというふうに思っております。前よりね時間は取れると思いますので、頑張って僕もね投稿していきたいと思いますので、皆さんもねこのチーム良かったよ、この人が良かったよみたいなねあればぜひコメントいただければと思います。今回の動画良ければグッドボタン、悪くてもグッドボタン、チャンネル登録やコメントご要望などもお待ちしております。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。